ここで食事休憩にします。やったー。はい、はい、降りないのか。うん、俺はちょっと弁当ならあるぞ。女房がな、試合になるのはお前の方だからって俺よりもでかい握り飯作りやがった。ほら先生、遠慮しないで食えよ。その方が女房も喜ぶ。